ドームのツボあるューボーとは19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパを中心に開花した国際的な美術運動。新しい芸術を意味する。花や植物などの有機的なモチーフや自由曲線の組み合わせによる従来の様式にとらわれない装飾性や鉄やガラスといった当時の新素材の利用などが特徴。分野としては建築、工芸品。 グラフィックデザインなど多岐にわたった。アール・ヌーボー作品が一時世界大戦を境に装飾を否定する低コストなモダンデザインが普及するようになると、アール・デコへの移行が起き、アール・ヌーボーは世紀末の大敗的なデザインだとして、美術史上もほとんど変えり見られなくなった。しかし、1960年代のアメリカ合衆国で、アール・ヌーボーのリバイバルが起こって以降、 その豊かな装飾性、個性的な造形の再評価が進んでおり、新古典主義とモダニズムの架け橋と考えられるようになった。ブルッセルやリガ歴史地区のアール・ヌーボー建築群は世界遺産に登録されている。アール・ヌーボーという言葉はパリの美術賞、サミュエル・ビングの店の名前から一般化した。この言葉で競技にベルエポックのフランスの装飾美術を指す場合と、 講義にアーツクラフツ以降、世紀末美術、ガウディの建築までを含めた各国の傾向を総称する場合とがある。国によって次のようにも呼ばれているが、これらの様式の大部分にはそれほど大きな違いはない。ティファニー、有限とシティール、ウィーン分離派、ネーウェクンスト、スティレリベルティ、モデルニスモ、スティルサパン、スティルモデルヌ、モダンスタイルなど。フランスでは、 アール・ヌーボーは批判者からは、特徴的なアラベスクなフォルムから、ヌイユ様式、またエクトール・ギマールにより1900年に実現された、パリ地下鉄の、この様式の出入り口から、メトロ様式などとも呼ばれた。ビクトール・オルタ・タッセルテー。ブルッセル、1893年、ポール・コーシーのズ・グラフ・フィート。ブルッセル、1900年、アール・ヌーボーの理論的戦区は、 ビクトリア朝イギリスのアーツクラフツ運動に求められる。ウィリアム・モリスやジョン・ラスキンらは工業化の進行とそれによる創造性の枯渇を糸い,い、社会の再生は人々の周りにあり、人々が使うもののフォルムの新請性によってしかなされないのであるとして、中世のギルドの精神、自然界のモチーフの研究、洗練されたフォルムへの回帰を強く進めた。 ロックタイヤード上の教区会議広間、フランスでは、この糸は、多少なりとも、モラリスト的で、より合理的なものとなった。ウジェーヌ・エマニュエル・ビオレル・デュークは、現代的な素材を拒絶せず、中世のゴシック建築の構造と同様に逆にそれに、装飾的、美的な機能を与えて誇示した。一連のネオゴシック運動の先導者として知られて、いたにもかかわらず、ビオレル・デュークは、 数々のアール・ヌーボーの建築家にも影響を与えた。ロックタイヤード上のフレスコ画を含む彼の著作品は、ネオゴシック運動とアール・ヌーボーの血縁関係の完璧な例である。1893年にビクトール・オルタがブリュッセルに建設したタッセル邸がアール・ヌーボー様式の最初の建築物であるとみなされている。そこでは、ビオレル・デュークの流れを完璧に組んで、金物、 モザイク、壁画、ステンドグラスといった構造的であると同時に装飾的でもある要素を取り囲む植物的な曲線が空間の滑らかな流れと響き合っている。アール・ヌーボーという言葉は1894年にベルギーの雑誌エル・アート・モダンにおいてアンリバンレ、ベルデの芸術作品を形容する言葉としてエドモン・ピカールが初めて用いた。この言葉はフランスに伝わり、 1895年12月26日、パリのプロヴァンス通り22番地に、美術賞、サミュエル・ビングの店、メゾン・ド・ラ・アール・ヌーボーの看板として登場した。ここでは、バンレ、ベルデのほか、エドバルド、ムンク、オーギスト・ロダン、ルイス・カム・フォート・ティファニー、アンリ・ド・トゥールーズ・ロートレックなど、多数の象徴派とアール・ヌーボーの勢力化の展示が、行われた。 エクトール・ギマールは彼らとは別の孤独な道を行き、ギマール様式と呼ばれる彼独自の世界を作り出し、多作かつ隔絶した才能であったとみなされている。フランスのアール・ヌーボーの最も見事な総体が構成されたのは、ナンシーである。1870年のアルザスとも、ゼルの併合の後、ドイツの支配のもとに止まることを望まなかった、多数の併合ロレーヌ地方の住民は、 ツリオ・ロレーヌに移住した。ここで、アール・ヌーボーは、地方主義要求の表明手段となり、エミール・ガレ、ドーム兄弟、ジャック・グリューバーらがナンシー派を形成した。1900年のパリ万国博覧会デビングは、現代的な家具、タペストリー、芸術的オブジェなどを色とデザインの両面で、コーディネートしたインスタレーション展示を行った。これらの完全な形で再現された装飾的な、 ディスプレイはこの様式と非常に強く結びついていたので、結果として、ビングの店の名前、アール・ヌーボーが、様式全体を指すようになった。他方で彼らの新生の作品は、彼ら自身が、提唱者となった、流行の成功によって飲み込まれ、はびこる、蘇生乱造の装飾品は、アール・ヌーボーの記憶を長きにわたり汚すことにもなる。マジョレル邸の玄関の金物工芸。 アール・ニューボーは、ホルムの再生を妨げる格式ばった歴史主義とは、異なる選択肢を提案するために、造毛の塔から出て、日用品の装飾を引き受け過去の様式を、断ち切りつつも利用する一群の芸術家たちの営みであった。この観点から、木や石のような古くからの素材が、鋼やガラスのような新しい素材と組み合わされた。芸術家たちは、それぞれの素材から、 最良のものを引き出すべく、極限まで探求を推し進めた。多層のパートドベール、金物工芸の組み合わせ模様を施した階段の手すり、うねりの歩きの家具などは、自然界に刺激されたフォルムの革新への意志を保ちつつも、意向に応じて手頃な価格で芸術を取り入れることを可能にした。この芸術はまた数多くのパトロンを持ち、選ばれたブルジョワ階層の間で広がっていった。 花、草、樹木、昆虫、動物などのモチーフがよく用いられ、これらは住居の中に美を取り入れるのみならず自然界に、ある美的感覚に気づかせることを可能にした。他方で、鋼の使用は建築物の高層化を可能にし、摩天皇を実現するまでに至った。アール・ヌーボーは、パリの無数の建物に影響を与えたのは、もちろん、バルドマルヌや、エソンヌや、 セーヌ・サンドニといったパリ近郊を散歩するとよく目にする。大半が20世紀初頭に建造された形跡作りの数多くの古い別荘にも非常に大きな影響を与えている。連鉄の大胆な使用レンガと陶器による装飾、切り妻と時として消灯がこれらの特徴となっている。こうした郊外でフランスの建築家たちはアカデミズムとは 対照的に相対的なものであろうとした、r ール・ヌーボーが短所となった新しい素材と、新しい様式を実験したのである。第一次世界大戦を境に、様式化が進みコすとこうでもあった、r ール・ヌーボーのデザインは、流線型で、直進的であり安価に製造できる、ラフで簡素で、工業的な美意識に忠実であると考えられた、モダニズム的なデザインへと変化して行った。 アールデコである。ギュスターブ・セリュリエイコール・ボビによるベッドと兄弟。オルセイ美術館の展示アール・ヌーボーのソズのカビンアール、ヌーボーの家具の概念は、職人仕事を再生させた。アール・ヌーボーは製作者個々人によるスタイルであり、それは、職人の仕事を中心に据え機械仕事からは距離を置く、ものであった。室内装飾の領域での大きな革新は、統一性の探求にあった。とはえ、 アール・ヌーボーも伝統的な様式と無縁というわけではなく、とりわけゴシック、ロココ、バロックなどの影響を残していた。ゴシックから理論的なモデルを、ロココなどから非対称性の応用を、バロックからは、ホルムの造形的な概念を引き継いでいる。日本の彩色芸術もまた、その立体感の極めて平面的な扱いによって、ギリシャ式オーダーの対称性への霊俗から、 アールヌーボーが解放されるのに貢献した。木は奇妙な形となり、金属は自然の流れの工作を模倣して曲がりくねった形となった。実際にアールヌーボーは自然の観察に大いに基づいており、それは装飾のみならず、味方によっては構造的な部分にまで及んでいた。命を持つ感能的な波打つ線が構造部分にまで行き渡り支配していた。椅子やテーブルは 素材の中で特徴的なしなやかさに形作られていた。それが可能なあらゆる箇所で直線は禁じられ構造上の分かれ目は連続した曲線と動線のために隠されていた。アール・ヌーボーの最も優れた作品はその際だった線のリズムにより18世紀の高級家具にも似た調和を見せていた。フランスではアール・ヌーボーは二つの刃に分かれていた。一方は サミュエル・ビングとその店を中心としたパリ、もう一方はエミール・ガレに率いられたナンシーのそれである。ロココとアール・ヌーボーの類縁性が最も説得力を持つのはナンシーの方であった。それほど魅惑的ではないが、当時最も名を知られていた芸術家の一人であったルイ・マジョレルが間違いなくナンシーのアール・ヌーボーの二番目の先導者であった。ガレは 植物から象徴的な文学の名に至るまでの幅広いモチーフの造眼細工を得意とした。この巨匠の作品に典型的に見られるのが構造的な要素が幹や枝から末では花となって終わる変容である。ナンシー派とは対照的にパリのアール・ヌーボーはより軽快で洗練された簡素なものであった。自然から着想されたモチーフはより大まかに様式化され、 場合によっては、反抽象化までされており、複次的なものとなっているように見える。ルネラリックのガラス工芸、カゲロウ。トヨタ博物館像、アール・ヌーボー宝飾の霊自然を主要な着想源としたアール・ヌーボーは、宝飾芸術にも新たな命を吹き込んだ。この革新は、放浪細工や、オパールや、その他の半奇跡のような新しい素材での職人芸によって成し遂げられた。 日本美術への関心の広がりや各種の金属加工技術への高まる情熱が新しい芸術的なアプローチや装飾の主題に大きな役割を演じた。18.19世紀には宝飾は奇跡、特にダイヤモンドに集中していた。宝飾工の主要な関心は宝石を輝かせるために取り付ける枠を作ることにあった。アール・ヌーボーの到来により 芸術的なデザインの概念に動機づけられ、はめ込まれる宝石にはもはや送信部の中核的な重要性を置かない新しいタイプの宝石が日の目を見た。パリとブリュッセルの宝石孔たちがこの急変の主導者となり、彼らの吹き込んだ新しい息吹は、アール・ヌーボー様式の高い評判となって現れた。宝石芸術は根源的な変容を経験し、その中心となったのは、 宝飾工であり、ガラス職人であったルネ・ラリックであったというのが現代、フランスの批評家たちの一致した見解である。ラリックはその作品において、日本美術の衣装に着想を得て、影楼や草といったあまり慣習的でなかった要素を取り入れることでレパートリーを増し自然をさらに輝かせた。宝飾工たちはこの新しい様式を伝統に組み入れ、ルネザンスの特に尻宝と彫刻を施した。 ソーシングから着想を組みほかと一線を隠そうと望んだ。尻尾を施した作品の多くにおいて宝石は主役の座を譲り、ダイヤモンドも造形した、ガラス、造毛、角といった、それまであまり一般的でなかった素材と組み合わせての副次的な役割に格下げされた。宝石工という職業の認識も変化し、その作品性のためもはや職人ではなく芸術家で、 あると考えられるようになった。ジョルジュ・ド・フール、メランコリー・サミット、イタリアの画家、チェザー・アーレ・作家カ氏による、アール・ヌーボー作品、アンリベレル・デ・フォンテーヌ、ジュール・シェレ、ジョルジュ・ド・フール、ビクトール・プルーベ、テオフィル・アレクサンドル・スタンランなどの画家たちも、純粋芸術とマイナー芸術の分離を拒否して、絵画、リトグラフ・ポスターに、同じように労力を捧げた。 絵画もまた装飾の一つとなったのである。シゼリサキャギーによる、アール・ヌーボー広告ポスター本ーの表紙から、雑誌の差し絵まで、宣伝ポスターから、装飾パネルまで、新聞のタイポグラフィーから絵はがきまで、ありとあらゆるところにアール・ヌーボーはその足跡を残した。グラフィックデザインやイラストレーションに属する。 これらの領域に先進した数多くの者たちの中でも最も大きな影響力があったのは間違いなくチェコのアルフォンスミューシャであり1895年1月1日にパリの街頭に張り出されたビクトリアンサルドの演劇ギズモンダのポスターは一夜にしてセンセーションを巻き起こしたこれらの作品はほとんどの場合で女性を中央に据え自然の要素からなるアラベスクで取り囲んだ 繊細なデザインで世界的な評判を獲得した。主に商業的な性質の作品で用いられた、このスタイルは当時のイラストレーターたちに広く模倣された。オーブリー・ビアズリーが最も独創的なアール・ヌーボーの芸術家の一人として挙げられる。ビアズリー独特の白黒イラストレーションは、創画の対象に選んだ主題が不存なもので論争を引き起こしたにもかかわらず、 同時大臣の賞賛を浴びた。その他の著名なポスター作家として、チャールズ・レニー・マッキントッシュ、アンリ・プリバリブモン、コロマン・モーザー、フランツ・フォン・シュトックなどが挙げられる。アンリ・ギュトンが建設した、レンヌ通りの大バザール・アール・ヌーボー運動の中心地であったナンシーとブリュッセルにはこの他にも、数多くのアール・ヌーボー作品が残っている。またリガには、 ヨーロッパ最大規模のアール・ヌーボー建築群がある。フランス、ベルギーがアール・ヌーボーの中心地であったが、同様の新しい芸術様式はヨーロッパ各地やアメリカ合衆国でも花開いた。イギリス、チェコ、イタリアその他の国々にもアール・ヌーボー様式の鉄道駅、ホテルの建物などが残っている。エミール・ガレのカビン・パリでは1895年にサミュエル・ウィングが アール・ヌーボーの画廊を開き、1900年には、パリ・万国博覧会が催され、地下鉄駅で入り口や、カステル・ベランジェで知られるエクトール・ギマールのほか、ガラス工芸家のルネラリック、建築家、ユジェーヌ・ガイアール、金物氏、エドガー・ウィリアム・ブラント、画家、ポール・ベルトン、アルフォンス・ミュシャ、ウジェーヌ・グラッセなどの重要人物たちの活動の場となった。しかしながら、 最もまとまったグループを形成したのはランシー派であり、ガラス工芸家のドーム兄弟、エミール・ガレ、ジャック・グリューバー、家具士、ルイ・マジョレル、建築家、ユジェーヌ・バラン、オクターブ・ゲラン、彫刻家、アントナンバル・テルミなど数多くの人物を輩出した。ベルギーでは、ビクトール・オルタが最初のアール・ヌーボー建築を建設し、ポール・アンカール、エルネスト・ブルロ、ポール・コーシー、ギュスターブ・ストローバン、 ポール・サントノイ、レオン・ド・リュヌ、フィリップ・ウォル・ハーズ、ジュール・ブリュン・フォー、ガブリエル・ヴァン・ディボット、ギュスターブ・セルリエ・コール・ボビ、ビクトル・ルソーなど数多くのアール・ヌーボー建築家、芸術家を輩出した。運動のオピニオンリーダーであった、アンリ・ヴァン・デ・ベルではドイツでその芸術を発展させた。オルタのタッセル帝やソルベー帝は、建築家、ビクトル・オルタの主な都市邸宅軍の名で、世界遺産となっている。 グスタフ・クリムと生命の木、ウィリアム・モリスのカーペットイギリスは、アール・ヌーボーの起源であり、詩人、デザイナーのウィリアム・モリスのアーツクラフト運動が、アール・ヌーボーの先駆けとなり、工芸家たちとギルド・オブ・ハンディ・クラフトを設立した建築家、工芸家のチャールズ・ロバート・アシュビーや、アメリカのイラストレーターのウィル・エイチ・ブラッドリーらに受け継がれた。後には、グラスゴーで、 チャールズ・レニー・マッキントッシュと、その妻・マーガレット・マクドナルド・マッキントッシュ、マーガレットの妹・フランシス・マックドナルド、ハーバート・マックニーの4人組が、グラス号派を形成した。オーブリー・ビアツリーによるオスカー・ワイルド、サロメイの挿絵は、アール・ヌーボーのイラストレーションの代表格である。特に、ドイツ語圏のものを、ント・とティールという。オーストリアでは1897年に、 ウィーン分離派が旗揚げし、総合的な芸術運動を目指した。代表的芸術家は、ウィーン分離派の中心人物であった、建築家のオットワーグナー、ヨゼフ・マリア・オルブリッヒや、画家のグスタフ・クリムトなど、ドイツでは建築家のアウグスト・エンデル、彫刻家のヘルマン・オブリストなどを中心に、ミュンヘン、ベルリン、ダルムシュタットでユーゲント、有限都市ティールが展開された。ヤント・ロップ。 三人の花嫁スペインのものをモデルニスもなどと呼ぶ。特に、バルセロナを中心に、アントニガウディの他ドメネク・イ・モンタネル、プッチガダ・ファルク、ジュゼップ・マリア・ジュジョールなどの建築家がいる。オランダでは、画家・ヤント・ロップと建築家、ヘンドリック・ペトルス・スベルラーがいる。イタリアでは、スティリ・リベルティと呼ばれ、いずれも建築家のエルネスト・バジーレ、ライモンド・ダ・ロンコ、ジュゼッペ・ソ・マルーが、 カルロブガッティ、ジュゼッペ・ブレガが活躍した。スイスにおいては、シャルル・レ・プラトニエが、スティル・サパンを創始し、ルコル・ビュジエラが影響を受けた。北欧ではノルウェーで、エドバルド・ムンクが、アール・ヌーボー・絵画を残しているほか、オーレスンが、有限としている建築で知られている。フィンランドには建築家エリエル・サーリネンがいた。プラハ本駅のホールチェコのプラハ本駅は、 巧妙なアール・ヌーボー建築である。アルフォンス・ミューシャはパリで活躍したが、出身はチェコであり、名前も本来の発音は無派に近い。ハンガリーの建築家、レヒネル・エデンには、ブダペストの応用美術館、郵便貯金局などの仕事がある。ラトビアのリガは、数多くのアール・ヌーボー建築で知られている。リガとロシアのペトログラードで、 建築家のミハイル・エゼンシュテインが活躍した。アメリカ合衆国では、シカゴの建築家、ルイス・サリバンや、ニューヨークの宝飾デザイナーガラス工芸家、ルイス・カム・フォート・ティファニーが活躍した。ルイス・カム・フォート・ティファニーによる、イエール大学のステンドグラス、教育、藤島竹二による、よさの秋子の歌集、乱れ髪、病死日本の基範が、とりわけ、葛飾北斎の諸作品は、 r ヌーボーの語彙の形成に強い影響を及ぼした。1880年代から1890年代にかけてヨーロッパを席巻したジャポニスムはその有機的なフォルム、自然界の参照、当時支配的だった趣味とは対照的なスッキリしたデザインなどで多くの芸術家に大きな影響を与えた。エミール・ガレやジェームズ・マクニール・ホイスラーといった 芸術家が直接取り入れたのみならず、日本に着想を得た芸術やデザインは、サミュエル・ビングやアーサー・ラセン・ビィー・リバティといった商人たちの店によって後押しされた。ビングは、アール・ヌーボーの店を開く前は、日本美術の専門店を経営しており、1888年からは、芸術的日本史を発行して、ジャポニスムを広めた。日本美術から刺激を受けた。 アール・ヌーボーは逆輸入の形で、日本にも影響を与えた。夏目漱石の猫など一連の本の想定、よさのア子の歌集、乱れ髪、雑誌、明星の表紙や杉浦・翡翠のポスターなどに、直接的な影響が見られる。高畑歌唱の出世作となった、中条湯広告には、ビアズリーの影響が指摘されている。インテリアでは、北九州市の旧、 松本健次郎邸の内装にアール・ルーボーの影響が指摘される。アルフォンス・ミューシャによる演劇、ジャンヌ・ダルク・ポスター・エークス・レバン・ナ・ホテル、防災と、ありがとうございます。